コードに一緒に遊ぼうのサンタクロースがやってきました。なんとプレゼントがもらえるそうです。もちろんね、抽選になってしまうんですけどもね、早速ね見に行きましょう。今回のこのイベント企画はですね、ディスコードのアカウントがないとご利用いただけないので、この機会にね持ってない人はぜひね登録してみてはいかがじゃないでしょうか。これ全部英語になってたのに、日本語に翻訳しました。期間は12月13日まで、結果発表は15日にあるそうです。内容はサンタクロースを選ぶ、なるほど選ぶね。で、欲しいものリストからギフトを選ぶね。でサンタクロースにメッセージを送る。本当にサンタクロースに欲しいプレゼント何かっていう、なんか子供のあれみたいな感じですね。で早速応募方法を見てみましょう。今回は全部ね英語だったんでね、英語ができない方ぜひババラと一緒に見ていこうじゃないでしょうか。まずもちろんね、メールアドレスの登録が必要になるんだけど、それは終わった段階だと考えて、一番最初に見てほしい。これはディスコードの ID をね、貼り付けてもらって、自分のプロフィールの下のところにあります。次ゲームの名前を貼り付けてもらって、みんなわかるね、自分の名前しっかり正しく書くんだよ。で次ゲームの ID を貼り付けてもらう。コピーペーストができるから、これもみんなおなじみだね。で次サンタクロースを選ぶ。これがね、4人のサンタクロースがいるんですよ。クリーナー1人ミスタークリーナー、次ミスターホットドッグ、次短い耳ウサギ、次、これは何て読むかよくわかんないけど、お医者さんだね。この中のどれか誰かを選んで、次は欲しいものリストを選んでいきます。欲しいものリスト、上から順番に雪だるま、緑の雪だるま、赤い雪だるまで、なんかこの順番いって、一番最後がチケットになってます。でもここからまあ数えて、自分がどれが好きかなみたいな感じで順番取りに数えていってください。で最後サンタクロースへのメッセージですね。子供の頃に戻った気持ちで、私いい子でしたっていうのを前提にね、メッセージを送ってみてはどうかなと思ってます。ババラはこんな風に送ってみました。サンタさんへ、今年はいらぬことがありました。プレイトゲザーに出会い、たくさんの友達を作り、今では毎日会うことが当たり前になっています。楽しい毎日がもっと楽しくなるように、旅のカバンをください。テーブルに温かいミルクとクッキーを置いておきました。風邪をひかないように気をつけてくださいね、ババラより。はい、ババラはねカバンが欲しいのでカバンを選びました。みんなサンタさんからのプレゼントもらえますように。ぜひねディスコをもう登録してる人は必ず、してない人はアカウントを作るところから考えてみてはいかがじゃないでしょうか。なかなかプレゼント交換できない人や課金アイテムが欲しいっていう人はね、ぜひね今の機会を、このチャンスを逃さないように。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。またね、気に入ったらよろしくお願いします。じゃあベージュ、バイバイ。